で、昨日の延長線上の話になりますが、玉木代表がどう動くか、国民民主党。スタッフさん、5番お願いします。MI2 さんですね。国民民主党、玉木代、雄一郎代表。自公過半数割れは良いことだと思っている。比較代党は自民党に与えてるし、この微妙なパターンが野党が仮に全部まとまったら野田さんになるんだけど、野党に政権取ってもらえると多分国民は思っていないと。で、連立ってことに関して言うと、やっぱり国民民主党といえば減税、消費税を下げろと。あとはトリガー条項のこと。で、6番、7番、ちょっと行きますが、空の上さん、多摩川がまた、トリガー減税が市場を歪めるだと、一気に下げていいものか、国会で話し合うべき、そんなもんとっくにやっとるわということで、的外れなことを言ってる。で、7番、玉木代表ですが、モーニングショー呼んでくれないかな、伝聞情報ではなく、本人から正確に、政策意図を説明します。ちなみに市場を歪めるのは減税ではなく補助金の方です。需要に関係なく一定に価格に別区させる、補助金ほど、市場の価格形成機能を歪めるものはありませんから、玉川さん役所の意見聞きすぎですということです。連立に入るのか入らないのかで、政策上のことが乗り越えられなければ、今回国民民主党はですね、なんと前回に比べて358万票増やしてるんですよ。で、この方々の、増えた票っていうのはやっぱり自民党じゃダメだと。で、玉木代表も自民党をもっとしっかりしろっていうね、自民党批判じゃなくって自民党に対するもうしっかりしろよっていうエールがあって、で358万票増えたわけですから、軽々しく連立にはなかなか入れないだろうなと、僕はそう睨んでいるんですけども、この辺玉木代表の動きについて副団長のコメントをお願いします。はい、玉木さんはね、これまでもいろいろこう、いいことを言って時々あれってがっかりさせると思ってですね、ドキドキする党代表でいらっしゃるんですけども、今のところの、発信はですね、非常に民意をちゃんと、理解して組んでいただいているなというふうに思います。で、僕も選挙前に言いましたけど、神の見えざる手、選挙では時々そういうことが有権者の見えざる手っていうのが起きるって申し上げたんですけど、今回の選挙結果はかなりそういう部分がある。自公は過半数割れした、だけど副大統は自民党、で、立憲民主党みたいな頭のおかしな政党はキャスティングボード握れない。非常にいいですね。ここ別々には残念な事象起きてますけども、全体としてはですね、そういう結果になっていて、玉木さんの国民民主が本当にキャスティングボードを握れる、状況になってですね、皆様の与えた負託をよく理解していただいている発言だと思います。野田政権、立憲民主党を中心とする政権は、多分国民は望んでいない、その通りだし、自公の連立に今の段階で加わることは考えていない、それもその通り、そして部分連合とかね、政策によっていろいろ判断していきますと、本当にその通りですね、やっていただきたいなというふうに思うわけで、でこれに引き続いて、玉川徹、テレ朝の局員ですよね。相変わらずも無知無教養なことをですね、言っていて、本当にきちんと行政学とか経済学とか、学際的な分野をやっている人からしたら、その補助金っていうのが一番経済的なその効果を、行政に対する経済的効果というのを歪めるんだ、その通りなんですよ。要するに昔の、役所が権力を握って補助金行政っていうのをやっていて、市場を歪め、いろんな分野のこう、非効率っていうのを生んで、その中に、補助金を、差配する権利から天下りを生んだりですね、いろんなことが起きていた、さすがデマ川っていうかですね、何にも理解してない男やな、こいつだと、いうふうに思う、わけですね。だから、そういう、
補助金じゃなくって、ちゃんとこの、税制全体を簡素にして、要点をついたものにする、こういうことを求めていくという、まあ、玉木代表の姿勢は、行政と経済効果という観点からしても正しいというふうに思います。まあ、補助金というのはね、一過性の話なんですよね、制度じゃないんですよ。制度はやっぱり恒久的な話になるわけですけども、まあ、自民党的に言うと、まあ、ガソリンの価格についてはトリガー条項を解除というよりは補助金の方がまだ要は圧縮できると、まあ、ガソリンの値段が200円に上がらないようにってことで、補助金の方がいいだろうという、まあ、今回の判断だったんですけど、これが毎年毎年続く話じゃないんでね、僕はね、まあ、ここ1、2年の話は、まあ、これで良かったのかなと、まあ、思います、だけども、じゃあ来年再来年もまた同じことをやるのかって話になると、ちょっと議論は変わってくるなっていう感じでね。ですから、ただ玉木代表がね、やっぱりいやもうこれ絶対入れてくれなければ、まあ、なんていうか連立に入れませんよと、まあ、こういう状態じゃなくて、僕はね、玉木さんがね、もう連立に入るんだったらもう一つだけですよ、私を総理にしろと、もうこれ以外考えられないです、それはやっぱりさっきも言ったように、国民民主党に新しく入れた358万票を納得させようと思ったら、総理にならなければ納得しないですよ、みんな、だから僕は多分このままずる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 と、自民党が、自公が過半数割れの状態で国会に突っ込むことを本当に僕は危惧しております。もう何も決まらんですよ、はい、それでは、ちょっと8番9番いきますか。9番、高市早苗氏、衆院選で40箇所応援案件も落選率 60%、意向を示せず、ポスト1番に暗雲の仏頂面と。もうね、このフラッシュの記事を読んでもう怒り心頭です、私。おい、この記事書いた記者と、まあ、出てこいと。で、厳しい選挙区に行くから応援になるわけですよ。総理はもう一声のところに行くんです。だけど高市さんのような、もうとにかく破壊力抜群な人こそ厳しいところをひっくり返しに行くわけで、そもそもしんどいところに行くんですよ。で、最終日は大阪と東京、まあ、残念ながら大阪全敗ね。一人東京、大阪15区の島田候補、まあ、元市長ですけども、比例で格差発当選されましたけども、こっちは勝率を追いかけてんじゃねえよと、一票でも多くと走り回ってんだよと、もう私もバカ野郎という言葉を使わせてもらいました、ここで。で、このツイートに対して、いや長尾さんちょっとそれ言い過ぎでって、全然言い過ぎじゃないと思ってます、もう永遠にこのバカ野郎をね、残しておきたいぐらい私は怒り心頭です。で、9番すいません、申し訳ございません、くしゃみしてしまいました。高橋雄一さんのツイッター、これを副団長がリツイートしておられるんで、8番9番合わせてコメントお願いします。はい、9番ですね、高橋雄一先生の、ツイート、高市氏応援の当選率 40%、 石破首相応援の当選率 17%。 やっぱりね、事実データを持って語らしめるというかことが必要で、で、この事実を確認した後で、先ほどの、長尾団長の、ツイートしたですね、このフラッシュの、記事、これを、読み直すとですね、じゃあ高市さんが仏頂面のわけないでしょと、それは自分が入ったところの勝率が低いからとか仏頂面してるんじゃなくって、
自公過半数割れとか、あるいは、まあ、変な石破執行部の、わけのわからない行為で、不記載なだけで何も悪いことしない人まで非公認になったり、いろんな比例の重複が認められなかったり、いろんな中での惨敗という全体についてね、険しい表情になることはあっても、それをポスト、石破側にあうんでぶっちょうでとか、何わけのわかんないバカみたいなタイトルつけてるんだ。それを言ったら、党の総裁で、応援に行ったところ 17% の石破さんがぶっちょうずらどころか、もうなんかもう、顔なんか水につけてもう溺れちゃうぞっていう感じなんですよね。で、しかも私はある、実はその選挙、終盤の頃に、ある、政治の、ウォッチャーの方からですね、自民党の内部事情をご存知の方からお聞きしたんですけど、の最終盤ですね、石破さんと、まあ、その取り巻きの連中ですね、森山さんとかなんとか、小泉さんも入ったんでしょうね、その連中が話し合っていたのは、落ちるところに石破さんが応援に入って落ちちゃうと、敗戦の責任を石破さんが取らなきゃいけないから、石破さんには絶対通るという 人だけ応援に回ってもらおうか、なんていうやり取りをしてたということを、私はその方から、お聞きをしています。そんなことを本当にやっていたかどうか知りませんけれども、それで勝率 17% ですかと。で、それに対して高市さんは自分を応援してくれた方々を中心に、そうじゃない人も応援しに行ったってことは団長から聞いてますけども、厳しい人たちを中心に応援に行って 40% なんですから、17% の石破さんより大したものではないかというふうに思うんで、まあ、フラッシュっていうのもね、時々面白い記事も書くし、もう時々も呆れるようなね、鼻毛の伸びるような記事も書く。まあ、要するに、こう、売文週刊誌での悪い面が今回は出てしまったなと思います。まあ、選挙やってる側はね、本当にいろんなことをかけてやってるわけですよ。これをね、なんか変に面白おかしく、パーセンテージでね、なんか落選率何パーセントとかね、こういうことでね、こう比較するってのは本当にね、我慢ならないんですよ。本当に。今チャットなんで、僕に鼻毛カッター買いましょうって書かれちゃって、ちょっとごめんなさい。誰？いらっしゃいました。チャットなんで、鼻毛カッターを買いましょうって書かれちゃって、ちょっとブーってなりました。すいません。俺鼻毛出てる？いや違う、僕がさっき鼻毛が飛び出るようなっていう商品すいません、ただ言ってた、ね、遮ってすいません、いやもう本当だよ、ね、冒涜してるよね、選挙。昨日も言ったけど、それは国民が一番血流してるけれど、候補者もみんな血流してるんですよ。で、勝ち負けが出ます、正直。一生懸命やっても負ける人は負ける。何にもしなくても勝つ人は勝つ。で、ようやく一生懸命やって勝つ人もいれば、どれだけ頑張ってもね、負ける人は負けるんですよ。そういうね、まあ、いろんなこう、手慣れの勝者もいればね、ポッとこう出た、敗者もいる。熟練の敗者もいれば、もうなんか知んないけど、ヒレの名簿に名前乗っけちゃったら当選しちゃったという人もいるわけですよ。でもそれは勝ちは勝ちですよ。だけど今回私の同志はいっぱい落選をしましたけども、負けは負けですよ。なんか知んないけど当選しちゃった？国民民主党はね、名簿をあんまり用意してなかったから、自民党と、公明党と立憲 ?3 人 ?2 人東海で2人ですね。東海で2人？私が確認したのは。ね、はい、まあ、うち1人、大臣が含まれてるんですけど、国民民主党が名簿をあと2人乗っけてれば、全部国民民主党で、比例の票が取れたのに、だから30になってたんですよね。そう、うん、でね、僕が
13万票と、いただいて当選をした時も、はっきり3人だったんだ、うん、そうそう、で当時名簿が余っちゃって、で僕の対抗馬が夜中の2時半に他の政党の票で繰り上がったっていう、あ、3名か、31になってたんですね、すごいですね、うん、そうそうそう、だから191人当選してるって言われてるけども本当は190なんですよね、まあそれはいいとして、まあ本当ね、何言いたいかっていうと、本当にこのね、記事を書いたフラッシュの記者、もう僕はね、とことんお前バカ野郎って言ってやりたいですよ。どんなつもりで一人一人みんな応援に入ってるかってことを分かってないですよ。多分選挙の事務所にも行ったことないんだろうなと。お前ちょっと出てこいと。これに関してはね、僕は、声を大にして言いたい。長尾隆がバカ野郎って言葉をね、使ったっていうことをね、もう永遠に言われてもいいですよ。これは僕の憤りです。もう素直な。てなところで42分になりました。6600人を超える方、7164人。ご視聴いただいてます。本当はありがとうございます。ありがとうございます。当たり散らしてる、そんなことで申し訳ございません。一般公開ライブ23時まで延長をさせていただきます。はい、それでは久しぶりに文化人放送局に足立康さんのお名前が載るということで、維新も大惨敗で混乱。10番。今やテレビコメンテーターとして飛び鳥を落とす勢いの橋本徹元代表、その橋本さんが日本維新の会の馬場伸幸代表のことをケチョンケチョンに酷評しています。その指摘は間違っていないし、馬場さんの党運営はダメなのですが、日本維新の会の真の問題は馬場さん個人の問題ではなく維新という政党の問題だということにもう少し留意すべきと存じますと。で、以下スタッフ略、ん？で、11番。で、関連して杉田水脈さん、ん？でも、橋本さん、2013年、自身の的外れな慰安婦発言で、都議選、惨敗後、もう一度真を問いたいと参院選に臨んだ結果、44人立候補して8議席しか獲得できなかったですよね。もうお忘れになったのかな。部活の東京都議選で惨敗後、橋本氏はもう一度審を問いたいと参院選に臨んだということです。まあちょっと10番11番合わせていくとちょっと多角的な話になるんですけれども、まあ維新もですね、確かに、全体的に、まあ295万票比例でね、約300万票弱、まあ、得票を減らしているということ。ただ、大阪では全勝。で、周辺では、まあ、全敗に近かったのかな。まあ、ここで、馬場代表の身体問題がいろいろと出ているんですけども、まあ、ちょっと先に僕コメントさせてもらうと、まあ、やっぱり維新って、大阪維新の会の塊と日本維新の塊の。で、大阪維新の会って話になると、まあ、そうね。色合い的には、まあやっぱり吉村さんの方が色合いは強いのかな。まあ吉村さんも衆議院議員やったとはいえ、まあ今回惜敗した中山康秀さんに小選挙区で負けて比例で復活をした一期だけ吉村さんやってるんですよね、衆議院議員を。ただそれまではずっと、まあ、大阪維新の会に近い。で、まあ、馬場さんも、ずっとね、地方議員を、やられて、で、国会議員になって久しいということになるんで、まあなんかね、旧、まあ、旧というか、大阪維新の会と日本維新の会、
地方議員の会と国会議員の会の、まあ、ちょっとこう、うまく噛み合わせがいってないというようなところで、内紛があるんじゃないかなと僕は勝手に思ってるんですけども、長く喋りすぎましたが、副団長はこの辺いかがでしょうかね、維新の混乱について。まあ、私は、まあ、橋本さんとしては全く一切少しも評価していない。そして、足立さんという方も、まあ、いい面も悪い面もあるけれども、時々、んーっていうところもあるという、人でですね、まあ、この人たちが何を言っていても、まあ、別にですね、あんまり関心がないんですけれども、維新の体調については、まあ、一応見解を申し上げておくと、自民党に代わる保守政党が他にないという状況ではですね、一定の期待を、される。なので、大阪以外でもですね、まあ、得票は増える状況になった。しかし、例えば、まあ、非常にこう中国人を含めた外国人にですね、なんかお金払ったら住民税、なんだっけ、永住権上げるとかですね、なんかわけのわかんない提案をしてみたり、非常にこう、まあ、あるいは、中国、資本に、何の警戒もなくですね、どん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 、ウェルカムウェルカムみたいな、非常にこう、なんていうかな、国全体について、国の政治について理解がちょっとこう足りない部分が、失望されている部分がある。で、そういう経済ではなくて、そういうところにも関心がある保守層にとっては、もう魅力的な政党では今ないんですね。で、そういう状況の中で、まあ、例えば日本保守党とか、まあ、参政党とか、国民民主とか、保守層の受け皿に、自民党以外で受け皿になれるという政党が出てきたから、今回正直にですね、まあ、こういう、そういう層は自民党からも逃げ出したけれども、維新からも逃げ出したと、まあ、いうことが、まあ、理由で、やっぱりこう、微中、親中みたいな、シグナルを発し続けている限り、もうやっぱり伸びないだろうというふうに思います。そういえば維新の吉村さんが0歳に投票権を与えようっていうのはありましたよね。それいかが思われますか？いや、もちろんつける薬がないと思いますね。ね。時々ちょっとそういう話が出てきますよね。うん、別にポピュリスト政党なので、そういうことですね。はい、うん、はい、それではですね、12番いきましょうか。まあ、何度かこの番組でも取り上げた免許証の件ですね、副団長、浜田議員の動きについて解説とコメントお願いします。はい、もうこういう方は本当にのね、値千金というかね、という方ですね。浜田、参議院、テレビの露骨すぎる偏向報道を問題視、国民に椿事件を想起してほしい、免許取り消しに追い込みたい、国民世論の喚起が重要。まあ、これ、燃えるアジアさん、補修、サイトさんのまとめですけれども、実際の、浜田、参議院議員が、こういうご発言をされているわけです。今回の選挙における、まあ、その、自民党の特に、政和、会の議員に対する、まあ、嫌がらせのような、まあ、裏金マークとかですね、候補者の横をとこにこうつけてですね、不記載っていうふうに書いた、局はまだいいですよ。裏金っていうふうにマーク、つけたりですね、あ、これですね、開票特番での裏金マークについて、1993年にテレビ朝日が放送法で禁止されている偏向報道を行ったと疑われる椿事件を国民に想起してほしいところ、テレビ朝日は意図となく、立花孝志氏に圧力をかけています。であれば、まずテレビ朝日を免許取り消しに追い込みたい。国民世論の喚起が重要。まあ、これは、渡辺、哲也さんの、ツイートを、引用リツイート、されているわけですけれども、もう本当に今回の、テレビの、変更捏造報道は本当に、ね、醜悪を極めましたね。不記載はもう野党の側にもたくさんいたわけですよ。
で、いろんな方が指摘されている通り、一番の、裏金の虚像は陸山会事件の小沢一郎さんなんですね。もう億単位ですよ。そういうことをもうさら、もう全く触れずに、で、あるいは、お金だけではなくて、私、裏酒議員のマークもつけてくれって言いましたけども、まあ、この、新潟のね、梅屋守という、立憲の議員は、もう日本酒配って、ちゃんと立憲もされてるわけですよね。そういうことについては、少しもですね、報じようとしない。まあ、本当この、選挙が終わってから裏金っていうのを突然やめてですね、なんだか不記載ってこう急にこう言い直したり、同じ局でもですね、時系列でもって、その、報道の仕方に、まあ、なんだかこう、ふらつきというか、やりすぎたからごまかしみたいなですね、手じまいみたいなこともやっている。しっかりとこれを検証してですね、不公平な、不平等な、放送法4条に引っかかるような報道をしたような、テレビ局は、きちんとですね、処罰を、する。そういう、行政機構、そういう、法律、そしてそういう法律の適用、これをしなければいけないので、浜田議員には、しっかりと、まだ皆さん、浜田さんを応援してですね、そして、今回通った国会議員の人たちもですね、テレビに喧嘩を売るのは怖いとか、もうふぬけな議員ばっかりですけども、ちゃんと戦ってくださいと。それはあなたのバッジのためじゃなくて、国民のために戦ってくださいと、このように思います。うん、まあ、野党議員がね、こういう質問をしてくれている。やっぱり与党がやらないという感じですな。まあ、こう言っちゃ失礼なんだけど、やっぱり与党がやらないと何にも変わらないですね。ここはもう国会のパワーバランスなんで、まあ、やっていただいている部分でやっぱり与党からねこういう質問が出てしかるべきだと思うし、でさっき副団長がおっしゃってた新潟5区のね海谷守る、まあ、酒配って、でもねもう現実は梅谷さんが114,426票で、我らが高取さんが92,589票で、比例にも、名簿を載けてなかったんで、もう国会から消えちゃったということです。本当にこれでいいのかっていう話ですよ。梅谷さんがね、どんな仕事ができますか？寝技もね、関節技も何も知らない人ですよ。役人だって知り合いないし、経験もないし、まあ、若くて未知数だっていう点で、ね、期待感はあるのかもしれませんけども、まあ、でも全てはね、有権者が決めたことですので、まあ、どうにもなりません、正直言って。さあ、ちょっと話を変えます。文化人放送局でも皆さんおなじみの、桂木奈美さん、扇沙耶さん、そして、佐奈美優子さん、三姉妹が、国連に行ってですね、もうとにかく35秒間ではありますが、もう2時間にわたる大演説に匹敵する足跡を残してくれたんですが、13番。国連女子差別撤廃委員会がですね、これにカウンターを当てるかのように日本に夫婦別姓の導入を勧告、そして皇室典範の改正もということで勧告を出しました。まあ上等ですよ、もうやるならやれと、もう絶対こんなこと聞かねえぞと、我が国の形は我が国で決めると、余計な干渉しないでほしいと。でダララム法要やローマ教皇に同じことを勧告しないのはなぜか、日本だからですね。日本にだけ言う理由を聞かせろと。本当にムカつくばかりで、もう米国と同じようにね、国連から脱退してね、本当にお金投ずるなと。もうそのぐらいでいいですよ。もう国連神話というのをもう信用したらいけませんね。で、関連して14番、副団長のリツイート、ツイート、解説とコメントをお願いします。はい、これもですね、関連しています。共同通信が報じたんですけども、
この、まあ、差別撤廃なる、ところですね、ここが女性の立候補者の供託金の減額を我が国にわざわざ勧告してくださったんですね。でそれが国会の平等につながる。いやいやいや本当にね。女性の供託金は男性よりも、下げろと。こういう勧告をですね、まあ、この連中はしてくださったんですけれども、まあ、改めて国連の女子差別撤廃委員会って何かっていうと、国連じゃないんですよね。国連の関係機関で、外部の専門家という人たち、要するに国の、国連で国の代表の機関なんですけど、このなんとかかんとか委員会っていうのは、国の代表機関じゃなくて、個人の専門家というふうに誰かが、まあ、認めた人たちがわらわらと集まってぐだぐだとこう勧告を書くっていう、まあ、NGO みたいなもんなんですよね。それを、国連が、まあ、ここは、差別撤廃委員会ですよと、まあ、認めてあげるという組織なんですが、まあ、この外部の専門家、どうやって誰が決めてるのっていうと、まあ、要するに限界左翼の巣窟なんですよ。世界中の限界左翼が集まって、まあ、要するに限界左翼のことをやっていると。で、そして日本に対しては、まあ、女性の、なんだ、供託金を脅せと。じゃあ、なんだ、供託金を払うときだけ性自認を女性にすればいいのかって話ですね。ちょっと全候補者は、その瞬間だけ女性だから、供託金が安くなるのかなと、まあ、そういうことでありますが、このろくでもないようなところは、もう私は例の捕鯨の時にも、結局ね、国際捕鯨委員会って日本が抜けたら、財政的に立ち行かなくなって、わけわからなくなっちゃって、潰れちゃいましたけれども、いちいち外務省のポストのために、こんなものお付き合いする必要ないと。とっとと脱退しろと私は思います、はい、まあね本当言葉がないよねこれはだから差別撤廃という人がね差別を作ろうとしてるわけですよまあそういうことだよね、うんだから男女差をつけろと言ってるわけですよねそうでこれ男女共同参画男も女もないっていうことだったらそれでいいじゃないですかって話ですよ。まあ実力主義本当にね実力のある女性が、羽ばたくこう足かせにもなりかねませんねこういう議論っていうのは、男も女もないっていうことを前提に、ね、していかなきゃいけないわけで、うん、まあこれねまあちょっと今ね衆議院選挙の後で政局の話盛りだくさんっていうことなんでねでもこの番組でももっともっと掘り下げていきたいなと思いますはい、それではちょっと最後に私事でございますが告知をさせていただきたいと思います11月17日沖縄でロバート・エルドリッジさんと米大統領選挙の日米同盟と日台関係について講演をさせていただきます。そして11月24日、金沢でトークライブを行います。そして11月30日、大阪でトークライブを行います。ぜひ皆さんお会いできることを楽しみにしております。じゃあ副団長。すいません。僕、ちょっと今日、フライヤーを置くの忘れてました。ちょっと昨日だって今日やるって言ってた。ちょっとごめんなさい。それなりに忙しくて忘れてました。なるほどね。はい、わかりました。じゃあ、明日までご用意していただいて。はい。じゃあ、明日は木曜日、三枝源太郎さんのご登場ということです。7000人を超える方にご視聴いただきました。本当にありがとうございました。23日となりました。九段長、団員の皆さん、おやすみなさい。また明日お目にかかりましょう。ありがとうございました。